はい、ジェット大好きさんのね、レビューってのはすごく面白いですね。私もジェット大好きさんの動画っていうのはかれこれね 7,8 年見てますかね。ネットビジネスとか始める前から拝見してるんですよ。で、なんですかね、カメラをね買ったりとかね、いろんなガジェット買ったりして、ジェット大好きさんの動画を見るたんびに物を買ってたっていう時期もありました。今でももちろんジェット大好きさんのは見てます。今多分ね滋賀県の方にお住まいなんですよね。引っ越しもされたりとかね、ご家族がいらしたりとか、それから年齢も随分ね進みましたね。まあ当たり前ですけども、私も年齢が随分ね重ねましたけども、一緒に年を取ってるって感じですよね。でジェット大輔さんが撮影した場所とかも行ったことがあって、ああここかみたいな感じでね、ちょっとワクワクしたもんですけども、やっぱりね映画みたいな人生を送っていると思うんですよ。ジェット大輔さんもその他の YouTuber さんも。じゃあどうやってね映画みたいな人生を送るかっていうと、これまさに、ね、吉谷さんが言われたように、まずはいろんなものを見たり聞いたりとかして、インプットしますよね。インプットによって自分の感情が豊かになります。例えば喜んだり楽しんだり憧れたりとかね、イライラしたりとか、いろんな感情が芽生えてきますよね。でその感情を今度は自分がネット上しかないんですけども、ネット上にアウトプットすることによって多くの人に知っていただく、そういうふうなね種をまくってことだと思うんですよ。まあ、その結果自分のアウトプットを見た人が自分に対してまた新しい憧れとかね、感情とかね、怒りとかをね抱いてくれるんではないかなと。要するに自分が映画の主人公になるってことなんですよ。そのためのベストの方法は今 YouTube なんですよね。 YouTube にアウトプットすることによっていろんな方が感情を抱いてくれて、これある意味ねファンになってくれるんですよ。アンチですらファンなんだわけなんですよね。でそういう方を集めるためには YouTube がベストで、もちろんブログでも SNS でもいいんですけども、やっぱり影響力、拡散力とか再認識、要するに何回も見ていただけるっていうことを考えると YouTube がベストなんではないかなと思うわけなんですよね。まあ、そういうふうな形で、まあ、私もそうなんですけども、である意味ね私がいろんな格好をしますよね。トラさんの格好をしたりとかね、ガンダムの格好をしたりとか、それからまあ最近はナイトライダーみたいな車を出したりしますけども、これは完全にですねもうこれなんですよ。自分が幼い頃にインプットしたアニメとかドラマとかってものがあります。これを自分が感じて、わこれすごいな、楽しいな、面白いなと、興味深いなと、宇宙戦艦ヤマト乗りたいなと、ナイトライダー乗りたいなみたいな思うわけじゃないですか。その感情をどこでアウトプットしたのかっていうと、衣装とかね、衣装、コスプレ衣装とか、それから車ですよね。でそういったものでアウトプットをするところを動画で見せれば、それがあ久保さんってこんなことやってんだ、すげえなみたいな映画になるわけなんですよ。それが私が主人公になってるってことなんですよね。でこういうふうなプロセスを経ていくと、自分がどこかに、登場してね、アウトプットしてファンを作ろう、そしてひいてはビジネスをしている方、ファンの方に対して何かねセールスを仕掛けていこうと思ったら、この過程を経ないと自分が主人公になる映画をどっかでね出していかないとどうしようもないわけですよ。だからアウトプットしない人に収入が訪れないのはそれは当たり前でですね、多分ほとんどの方のアウトプットっていうのはコンビニのこのレジ打ちだったりね、それから会社へ勤めてその会社の中でやる活動だったりするんですけども、アウトプットではないんですよね。インアウトプットといいますか、すごく限られたところでのアウトプットなんで、限られた中での評価しかないってことになっちゃいます。ただそのアウトプット、インアウトプットね、こう限られたところでのアウトプットですら、それを解放してですね、例えばコンビニのレジ打ち作業をじゃあ全世界に YouTube でこう公開しましたって、それアクセス集まりやすいじゃないですか、認識されやすいじゃないですか。コンビニのねおでんツンツンやる画像じゃないですけども、あれも放送がなければ多分何の話題にもなってないんですよね。あんまりいい例ではないですけどね、あれをこうシェアされることによって、なんだあいつはこんなやつがいるのかみたいなことで話題になってテレビに取り上げられたりとかあると思うんですよね。そういうことを考えると、まあツンツンねするのは良くないですけども、人を喜ばせることとかね、人を楽しませることとかでワクワクしていただくこととか、希望を与えるものっていうのはどん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 自分が感じたままにシェアしてアウトプットするべきなんではないかなと思いますね。そうすることによって喜びがこの世界を埋め尽くしてくれるんだと思うんですよ。逆にですね、インターネットっていうのはインターネットはバカと暇人のものっていう風なね本もありますけども、自分が感じた負の感情をね共感してもらおうと思って世に出す人もいるんですよ。そうするとみんな負の感情の方が強いですから、悪い感情に乗っかる人がいて、本当に足の引っ張り合いが始まるというところもあります。まあ、ですので我々はね、そういうふうな足の引っ張り合いの方に意識を向けるのか、それとも励まし合いの方を選ぶのかっていうのを選んでいくことができるんですよ。あなたはどちらを選ぶでしょうか。まあジェット大輔さんの話からねここまで来ましたけども、ジェット大輔さんは人をワクワクさせてね、カメラとかなんかこうパソコンとかデバイスとかをね
すごく買わせる能力があると思います。私はもうジェット大好きさんの放送を見てね、何百万買ったかなっていうところですけど、今ねその機材のほとんど使ってないんですけども、本当にね瞬間的に火をつけてくれる素晴らしいプレゼンターだと思います。ジェット大好きさん、いつか会いたいです。